こんにちは、お疲れ様です。ニオです。今日はオーディオのチェックルームでね、朝から作り物をねしようかなと思ってね来ています。で、作り物って言いますのは、こちらのね電気工事用のですね OA コンセント、まあ口で言うとねこういうやつで、こっちの差し込み口がねこういうものになってるものですね。これをね、電圧つけた後に電圧をね見ないといけないんですが、電圧をね簡単に見れるようにねしていこうかなと思います。はい、ではね、今日はそういう動画になりますが、最後までねお時間があればよろしくお願いいたします。それではね始めたいと思います。で、使いますね、電圧計はこちらになりますね。これを2つ使います。はい、ではねこちらに穴を開けていこうと思います。
はい、開口の方がね、終わりましたんでね、これからね、バリを取っていきます。
あ、良さそうですね。はい。加工の方がね、手で終了しました。まあ、薄いアルミなんでね、すごく比較的柔らかくて簡単に加工ができました。はい。これからね、組み付けていきます。はい、こんな感じでね、取り付けができました。で、次はですね、レセプタクルを使ってね、コネクターですね、こちらのコネクターを使ってアダプターをね、付けていきたいと思います。はい、ではね、このレセプタクルをね、止めるね、穴をね、開けていきたいと思います。
い、加工の方がね、丸穴を開けてレセプタクルをねはめる感じにできました。で、ここにね、あのビスナットのね穴を開けていきたいと思います。はい、こんな感じで固定が終わりました。そしたらね、配線をしていきます。
はい、ハンダがね終了しました。はい、これからねこれを組み立てていきます。完成しました。まあまあね、小型で軽くていいと思います。はい、でこれにね接続する電圧測定するためのねアダプターをね作っていこうと思います。はい、
はい、ちょっとね飛ばしましたがね、ハンダ付けでね、コネクターの取り付けで完成しました。はい、ではねこれ蓋をして完成とします。あとねもう一個作ります。
はい、完成です。で、ちょっとね、テーブルの上片付けてからね、チェックします。はい、完成しましたらね、簡単に説明させていただきたいと思います。私がね、最初に言ってたのはちょっとね、説明の仕方が悪くてね、何言ってんだと思った方がね、多いと思うのでね、こちらで今説明させていただきます。で、こちらがですね、ハーネス用ジョイントボックスっていう、まあジョイントですね。F ケーブルでね、電源がブレーカーから来て供給されます。で、そこにですね、こちらの OA タップをね、コンセントを挿して、まあ机とかね、そういうところに行くようになっているんですが、これのね、電圧を測るために今回これを作りました。はい、こちらがね、完成品でございます。で、こちらがですね、上がプラスとニュートラル間の電圧になります。で、こちらがですね、プラスとアース間、グラウンド間の電圧になります。で、コンセントタイプ、こちらですね、このコンセントのための電圧を測るプラグはこれを使います。で、こちらのですね、コンセントをつける前にね、もし電圧とかね、チェックしたい場合は、こちらのね、ハーネスを使います。はい。で、一応ね、2種類に対応させた感じになりますが、別にね、いろいろ自分で考えて作っていけばね、いろいろ測れるようにはなると思います。はい。ではね、これからもチェックしていきたいと思います。はい、ではこれからね、チェックをね、していきたいと思います。まずこのね、普通のね、アース付きのコンセントタイプ、こちらをね、こちらで計測していこうと思います。はい、こんな感じで先ほど言ってたように、こちらがですね、上がニュートラル間、プラスとニュートラル間の電圧、下がアース間の電圧になります。はい、はい、じゃあこちらもね、やっていこうと思います。はい、こんな感じでね、ハーネス用ジョイントボックスからも電圧が測れるようになりました。はい、まあ普段ですとね、電気がね、来たよ、来てないよっていうのをね、チェックするのはね、こういう検電器とかね、使うんですが、やっぱしね、数値で見ないとね、危ないんで、こういうのをね、用意してみました。はい、こんな感じになります。はい、はい、お疲れ様でした。今日のね、工作は自分でね、仕事で使うためのね、電圧計作りました。はい、予算もね、2000円以内に収まってね、見た目もね、そんな悪くなく、よくできたんじゃないかなと自分で思っていますがね、いかがでしたでしょうか。まあレセプタクルもね、こんな感じでね、アルミのボックスにね、綺麗に収まったと私自身はね、思います。はい、で、今日のね、動画はね、これで以上になります。はい、今回もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。